じゃあここから6分のゲームで回していきます。キーパーは2分交代です。お願いします。ここから動画撮影もしていきます。お願いします。さあアップゲームを終えてガチの前半2試合目です。いきましょう。さあボールを回して、まずはビバチームが前へ押し上げたいが、ブロック引っかかってキルをゲット。縦は入れ替わり、ビバチがカバーをします。預けて後ろ、もう一回引き付けて左サイド、相手顔を出します。ドリブル中央を使いながら後ろに下げる、もう一回横に流れます。欲しい。サイドから黄色ボール。さあ黄色は近いところからすぐにリスタート、間使いますがしっかりと体を寄せてビノシゲット。さあ足は気をつけてね。 OK、 ビノシが取って縦を作ります。右サイド、さあドリブル運びたい、耳出しチーム送って中央フォア展開、折り返しはブロック。さあこれでもゲットが狙ってます。黄色は回収、前へ運びたいがすぐ塞がれるか、うまく動かしたいが狙ってる、うまく当てて戻します。ナイス対応。サイドに下げます。黄色は展開左サイド、ボールを回しながら前へ押し上げて1枚ディフェンダーが狙ってます。さあ動かしながら前へ運びたい、間を乗って黄色はこれでもらう。で長い位置見に行きます。ボールを握る、一旦下げて後ろ、もう一回さあ持ち直してフォアも動き出しがあると、これをうまく使って右サイド、さあこれで展開、フォアはどうだ、タッチをしてシュート、いやオッケー、ナイスゴール。まずは行ってゲット、ナイスゴール、拍手ありがとうございます。真ん中から行きましょう。1分ちょい経過、ビブ出しから再開、いきますよ。キーパーは2分交代です。ビブ出しから再開、1分ちょい経過して1対0、黄色がクロスからしっかりと決めて1点ゲット。ビブ出しです。ボールを握ります、パス、いや狙ったカットして黄色。さあうまく連動したいが真ん中防がれます。さあうまくこれで空いたスペース、体をしっかりといてビムシが回収。さあボールを持ってビムシ真ん中使ってタッチで前向く、ドリブルしつつ3対2勝負しかけて、または抜けない、回収したボールが流れて残ります。ビムシさあ1点返したい、フォアへ、しかしこれはカバーゲットして黄色、はたいて右サイド戻して中央、中央からディフェンダーが寄ってくるんでうまく逃げたいが、または抜かせない、ナイスブロック。先にキーパーチェンジいきましょうか。先にキーパーチェンジいきます。ホイッスルで始めます。サイドから再開、 OK、 いきますよ。さあ2分が経過、残りは4分、ビブなしから再開、後ろへ下げます。これはさあ一旦下げて、ここから作り直したいビブなしチームです。ボールを持って真ん中に当てる、反転をして前向く、引きつけながら間を縫ってポストになる、ポストからためながら右から顔を出して中央は、いやーこれ触れなかった、惜しい。これは誰も触れず、サイドへ流れます。黄色ボールから再開、降りてきた黄色、ユンジが1枚真ん中使って、これでポケットで入って左サイドに預けます。落として中央、もう1回預けて左サイド、さあフォアも広がりがありますが、これで広げて右サイド、ユンジが1枚いるプレスに行きますが、うまくフリックをして右サイドから中央を使って反転して前を向きたいが、ユンジがすぐ寄ってくるんで、もう1回後ろに下げます。持ち直し右サイドドリブル、ユンジがしっかりとついてます。さあ勝負、これ当ててボール黄色です。さあ黄色から再開、さあ追加点狙いに行きたい黄色チームは、後ろから間縫ったボール左サイドシュート、ブロック欲しい、キーパーの足元、さあ狙う裏はどうかな、ちょっと気になりました、欲しい欲しい。しかし1本のパスで裏を狙ってくるのはビブナシチームです。続いたボールはサイドに切ります、欲しい。サイドからいきましょう、キロボール。3分経過、残り3分、縦黄色、間ドリブルで入ります、左サイド引きつける、抜け出す動きもありますが、これで相手スペースをうまく使いたい、カットインからシュートブロック、ここでゲット、ビブナシ前運びたい。さあ一つディフェンダーをやり過ごしたいビブナシチームは、一旦下げてからもう一回作り直しです。右サイド、相手も顔出したい、落として後ろ狙ってるぞ、ナイスカット、シュートはどうだ、いやーキーパーだ、ナイスキーパー、大丈夫、ナイスキーパー、ナイスキーパー。コーナーから行きましょう。さあ黄色です、近いところに下げます、持って縦を選択、広げて右サイド、これで前顔出します、ユンダは1枚うまく中央使いますか、入れ替わってインサイド、さあ勝負しかよし、やったいた、いや入れ替わった、ユンサイド、さあうまく中を使いたい、持ち替えてドリブル前運ぶ、折り返し中央シュート、いやーずれ倒し、先キーパーチェンジしましょう、先キーパーチェンジします、次のキーパーでいきましょう、いきますよ。4分経過、残り2分、いきましょう、黄色から再開、さあボール持って黄色、間使います、タッチで抜ける、ワンツーはどうかな、これうまく当ててサイドから、さあ黄色です、近いところ落として後ろ、もう一回狙った、ブロック、これゲットしたい、さあ背負いますが足は気をつけてね、 OK、 ビマシがゲット、近いところずらして左サイド、ドリブルを持ち出したいが、すぐディフェンダーが戻ってきますんで、これで展開右サイドです。ボールを持って一つドリブルですが、これはカバーがいました、キープ、いや回収します。さあしかし前からはめに行きたいビマシです、1点を返し、ナイスブロック欲しい、前からプレスをかけてはめに行きます、うん、さあ黄色、1点のリードがあります、追加点を狙いたい、ボールを持ちながら右に預ける、右からさあディフェンダーは1枚寄ってきますね、うまく間を抜いて左で降りてきたところを使う、降りてきて真ん中顔を出して、これを使って戻して後ろ、もう1回左サイド、わーインターセプトゲット、ビマシです。さあ勝負仕掛けたい、真ん中入りながらうまく止める、止めたボール展開、右はちょっと動きが合いませんでした、惜しい惜しい。残りは1分、5分が経過、残り1分、
黄色です。真ん中使う、タッチをして前向く、引きつけながら送ったボール右サイド、フォアどうだ、引きつけながら折り返し、わーさあ絶対惜しい、引きつけましたがキーパーもしっかりとコースは切ってました、惜しい。さあ右から見まし、中央を使って落として後ろもう一回、左へ展開です。長いボール選択どうだ、ブロック惜しい、しっかりとナイス対応、体入れました、ゲットして黄色、広げ左、残り30ちょい、黄色一つタイミングを見る、右サイドの上がりをうまく使った、ドリブルの持ち主抜け出し、どうだシュートは、いやー惜しい、キーパーもしっかりと前に出てプレッシャーです、惜しい惜しい、しかし合間を縫って黄色は右サイドの上がりを使います、ナイス対応。残り時間はあとは使いきましょう、1対0黄色がリード、返したいビバシ、落として後ろ左に持ってきます、これで預けてもう一回、さあこれで押し上げていきたいと、ビバシチーム長いボール右サイド、わあちょっと動きがずれた、これは重なりました、惜しい惜しい、ラストワンプレーいきましょう、ラストワンプレーいきます、黄色左からラストワンプレー、広げて右サイド、受け取って縦を選択、折り返し中央はビブなしキーパー回収です、長いボール選択右サイド、タッチをして間使ってこれでポスト受ける、シュートはどうぞ、いやーオッケー、ナイスゴール、1対1同点、ラストワンプレーナイスゴール、では行きましょう、ガチの前半3試合目です。さあボール持って中央を預けて黄色チームを落として真ん中でもらいます、さあ引き取ってマリオ確認、引きずりながら左預ける、一つ持ち出しシュートはサイドに打ってほしい、キーパーから再開、さあまずはオープニングシュートを左足で一本狙っていきます、黄色チームビブなしです、下げて後ろ預けて右サイド、連打がすぐ寄ってきます、うまく相手顔を出したいが中央を使ったボールは黄色がかき出す、中央からランニングがあってうまく抜け出しちゃっちゃう、だからまさしいビブなしから再開、近いだからビブなし、受け取って縦を押せて、これは追い込まれますので戻します、フォアも大きい、うわうまい、が大きいか惜しい、間縫ってフォア逆サイドを狙います、惜しい惜しい、黄色後ろから真ん中当てる、が入れ替わりインターストゲットして右足、左にしてからさあフォアも動きがあるぞ、ちょんとつついて右サイド預ける、さあクロスを狙いたい、さあ締めたい黄色、落として後ろもう一回、これで展開左サイド、さあ戻しました黄色、左サイド後ろ下げる、さあブロック敷いてますね、これで守りきりたい黄色と押し込みたい右足、縦を選択入れ替わりインターストと黄色はゲット、狙ってるんで、いやーいったナイスブロック、読んでました、ゲットして右足、持ち込んでシュート、いやーブロックあった、残ってる、当てて黄色がゲット、1分半ほど経過、黄色から再開、左へ広げる黄色チーム、縦を攻めナイスタッチ、ゲットして黄色、引きつけながら止めて動きを見たいが、これはちょっとサポートがないか、うまく体を入れました、ナイス対応、ビアチーム中央を使ってビアシ、左へ預ける前、動き出しがあります、中央で使ってフォアも声かけたい、さあうまく引きつけながら持ってきたいが、コースは切られてるか、左サイド折り返しは流れます、キーパー先チェンジしましょう、ごめんなさい、先にキーパーチェンジしましょう、ごめんなさい、先にキーパーチェンジです、黄色から再開です、あざす、いい気にますよ、黄色から再開、さあ2分が経過、残り4分いきましょう、まずは先制点狙いたい両チーム、左から黄色、中央を使ってボールをキープ、前から1番プレッシャー、預けて後ろもう1回展開右サイド、ボール持ち直して、さあフォアも広がり作りたい、相手顔出したいが V ターンでかわす1枚、さあこれはカバーしてビナシゲット、うまい、判定して前向く、ダメながら間ブロック、ゲットしてビビアシ展開右サイド、タッチをしてデュエダが1枚、うまくドリブルの人と持ち出して、うまく止めた、止めたボール中確認、送りたいがブロック、ナイスブロック、コースはしっかりと足を残します、さあ細かいリア、タッチシュート、いやー惜しい、若干右だ、惜しい惜しい、黄色から再開、真ん中から中央受け取って様子を見ますが、ブロック引っかかってるんで左サイド預けます、ためてから縦ポストに当てて、これ2枚がしっかりと寄りました、ナイス対応、さあ黄色です、広げる右サイド持ってから左預ける、長いどうだ、いやー惜しい惜しい、触ってコース変えれればといったところか、惜しい惜しい、ビブナシが左へタッチをしてドリブルで入る、縦で受け取りますが、これは黄色カバーした、さあこれ狭いエリアうまく打開したいが、回収したのはビブナシチーム、さあ地をつついたボールは黄色に渡ります、さあうまく広がりスペースを使いたい、右サイド振って左へダイレで、さあこれで持って溜めて、やーっとこれ足にかかった、惜しい、3分ちょい経過、黄色から再開、戻し、はい、でした、いやひーちょっと短いか、惜しい、ビブナシです、真ん中預けます、受け取ってから前確認、出たか1枚寄ってくるが、いや残った、
これが縦に入ります。右サイド。折り返し。わーブロック。こぼれ球。落として。いやーブロック。狭いレシュート打ち抜きたいが。いやー浮いた。惜しい。惜しい惜しい。3分半ちょい経過。黄色です。左預ける。前も動き出し。うまく止めるが、ディフェンダーが狙ってるんで、右サイド振って縦にダイレで弾ける。さあ、なんか顔出したい。引き付けて、前はブロック引っかかる。つっついて、微妙者ゲット。ダメで中央はカットし、黄色。もう一回やりましたい。引き付けて、ちょっと短いボール。が流れます。キーパーチェンジ行きましょう。キーパーチェンジします。キーパー次の番号をしましょう。オッケー。4分経過、残り2分行きましょう。黄色です。縦選択。さあ、ディフェンスを1枚やり過ごせればチャンスだが、これは耐えて、黄色が浮き玉で中へ送るが、ビキーバーで行きたいよ。ゲットして、キーパー左サイド。真ん中使う。スペースがちょっとあります。さあ、ちょっとボールを持ち出して、左サイド預ける。さあ、タッチをして、ボール持ち、シュートはキーパー正面欲しい。さあ、これでカウンター行きたい黄色ですが、すぐディフェンダーが寄ってくる。台入れて真ん中使う。これでドリブル引き付けて、声かけて、左も右もあります。引き付けながら、中か、真ん中はどうだ、塞がれる。ずらしてから、シュートは、いやー、ブロッカー、いやー、惜しい。触って押し込めればといったところ、惜しい、惜しい。コーナーから再開、残り1分ちょい。あ、いや、わー、ブロック。残した。すいません、ブロック。さあ、いいできる。ボールビブなしでいきます。ボールビブなしでいきましょう。ビブなし終わるからいきます。ビブなしです。血を使います。ドリブル入る。シュートは、いやー、危ない危ない。キーパーなんとか当てました。しかし、鋭いグランダーのシュートが飛んできます。間、わー、カット。ニアでゲット。黄色。さあ、前持ちていきたい。フォアも広がりがある。うまく使いたいぞ。引き付けながら、振ったボール中央で中継をしますが、ハイボール気をつけてね。さあ、取ったボール黄色。溜めてから、前ドリブル入るが、しっかりと体を入れました。ナイス対応ディフェンダー。さあ、ドリブル持ち運んで、中央から中に侵入したい。さあ、しかしこれはディフェンダー引っかかったボールを預けてきます。預けから折り返し、フォアへ、うまく収まって、落として、後ろ、後ろからシュートコースはどうだ、気づきながら、真ん中、使って、しかし開かない。これもブロック耐えた。ゲットして、黄色チーム。さあ、しかしこれは人数揃って、どうまく対応したいディフェンダー。中にカットインがして、シュート、いやー、決めてきた。ナイスゴール。ハイタッチありがとうございます。中でよいしょ。残り時間どうですか ?1 対0先生。さあ、3枚のディフェンスがいましたが、うまく縫ってカットインから、左足一線決めてきます。黄色チーム、残り時間わずか。1対0。ボールを持ってビブなし。さあ、1点返しに行きたい。残り時間はあとわずか。ビブなしです。ボールを持って真ん中にする。引き付けて、ドリブルは、いやー、かわした。手は出さない。オッケー、サンキュー。さあ、取って黄色。持ち帰ってから、一旦下げます。縦選択、右サイド。持ち帰って、血を使う、入って、溜めて、ずらして、右サイド、折り返し、入った、オッケー。ナイス連携。真ん中でやりましょう。ラストワンプレーいきましょう。ラストワンプレーいきます。ビブなしです。ラストワンプレー、左預ける。持って展開はなるのか、惜しい。では行きましょう。前半戦ガチの4試合目です。さあ、ボールを持ってビブなしチームがまた左から後ろに下げます。広げて右サイド、間を使ってタッチで戻しでシュートは流れます。惜しい。さあ、声かけていきます。いい声ありがとうございます。黄色から再開。さあ、左預けて黄色チーム、戻して後ろ。さあ、キーパーを使って、さあ押し上げていきたい黄色チーム。よく間を作りたい。タッチをして、これしっかりとディフェンダーが寄りました。ナイスだよ。さあ、ビブなしです。間を受ける。タッチをして、上がりを使って右で折り返し、どうだ、中央、いやーキーパー耐えた。取りたい。残ってる残ってる、ラインを勝ってる勝ってる。オッケー、危ない危ない。キーパーがゲット。中央使います。受け取ってボール一つ溜めてから落とし、落としから長いボール、うまいタッチ。引き付けて左に振った。さあ、もう一回顔出したいが、ちょっと上がずれたかな。なんとかボールをキープ。さあ、巧みなターンで左サイド折り返し、中央はカバーしてビナシゲット。さあ、ボール持ち帰って真ん中にします。受け取ってから反転前向く。左サイド前向く動き出しがあって、これを使う。さあ、間もう一回顔出したい。ワンツーはちょっとマイナスになりました。黄色ゲット。右預ける。抜ける動き、ドリブルで引きつけてから、左はちょっと上がずれたかな。これはビブナシがカバーしてサイド切ります。1分半弱経過。長いボールです。どうかな。いやー、キーパー出てきたが、これはしっかりと体を入れてボールを切ってキーパーボールにします。さあ、黄色チームです。近いところに預けます。前から1枚プレッシャー、うまく間作りたいが、送ったボールポストで落とし、落としから、さあ、右サイド上がりもあります。うまくずらして前へ持ってきて、手は気をつけてね。 OK、 キープをして黄色、落として後ろ。さあ、これで後ろからフォローして左に預ける。家の中すぐ寄ってくるんで、もう一回動き直しをしたい。真ん中はカバーして見なし。
それでボールブロック、ナイスブロック、中進入、シュート、いやーポストだ、こぼれは残ります、キーパー対応、縦黄色、タッチ前、いやーナイス止めた、よく止めた、左サイド持ち出し、入って止めて、いやーオッケー、決めてきます、ナイスゴール、キーパーチェンジいきましょう、キーパーチェンジ、真ん中からビビなしボールでいきます。さあ2分が経過、1点ゲット、ビビなしから再開。さあまずは黄色チーム、うまいポストから耐えて前に送って1点ゲット、ナイスゴール、ビビなし近いところ戻して後ろ、さあ1点を取りに行きたいぞ、ビビなしチーム、ボールを回します、預けて左サイド、前を確認、相手顔出すかな、いや中央で使ってからポスト通り当てる、当てたボール判定をして左サイドへ振りました、ズッシュ入った、いやーブロック惜しい、ゲットして黄色、近いところ突っつきます、受け取ってからボール持ち直し、さあキープをしてうまく中央、ナイスタッチ、足元気をつけてね、ビデオジゲット、シュート浮きます、惜しい、3分弱経過、黄色です、近いところ、さあ追加点は長いボール、どうだ、キーパーの位置見てどうだ、いやー決めてきた、ナイスゴール、これは満場の拍手を受けます、ナイスゴール、ボールビブなしからいきましょう、キーパーの位置見てロングボールが突き刺さります、2対0、真ん中ビブなし受け取ってドリームライン持ち出し、またいでまたいで左サイドを預けます、中央はなんとか駆け出し、さあ足気をつけて、オッケー、攻めたら大丈夫、さあゲットして黄色、さあ引き継ぎながら左ドリブル上がりながらシュート、いやー突き刺します、ロングカウンター左足一線、ナイスゴール、3対0、真ん中でましょう、ビヨシいきますよ、さあ3分半経過です、1点ずつ返したいビヨシチーム、中央に戻し、さあこれは狭いエリアうまく預けて、もう1回、さあ1点ずつ丁寧に返していきたいビブラッシュは左サイドに預けます、受け取ってボール縦を選択、タッチはずれてボールサイドから黄色ボールです、戻し持ち直して左サイド中央 OK、 寄ってくるディフェンダーうまく剥がしたい、預けて右サイド、サイド顔を出したいが左へ振ったボールビブラッシュ、カバーは切れます、キーパーチェンジしましょう、キーパー次の方します、ビブなしのキーパーが行ったら進みましょう、いきますよ、さあ残りは2分弱、黄色から再開、3点のリードあります、入れ方ビブなしゲット、さあずらせ前の中進入したいが、これは黄色がしっかりとつついてボール回収です、送ったボール流れます、惜しい、さあ黄色チームさらに追加点を狙っていきたいが、送ったボールビブなしカバーをして出したスルーパスは流れます、惜しい、黄色です、近いところに預けます、右サイド真ん中経由してタッチで前向く、一つ止める、落とした後ろもう一回、黄色振って右サイドです、中央経由、長いボールを左へ送る、タッチして前を確認、一つドリブル持ち出しをして間を抜いたら一つ止めてから間にする、ガー入れ替わりビブなしゲット、中央ドリブル、ドリブル入る、ドリブル入る、右振った、いやーこれタッチがあってボールビブなしです、さあビブなしは後ろからさあ声かけて3点の差を埋めに行きたいが、まずこれもブロックをして黄色うまく解除します、左サイドタッチライン際はビブなししっかりと体を入れて、左サイド右サイド折り返しは流れるか、惜しい、ワンツーを狙います、残り30、黄色後ろから振って左は長くなります、さあ前からボールをゲット、ビブなし、ここで1点を返したい、落とします、縦戻しはブロック、もう1回、さあビブなしですサイドからうまく反転、ナイスターン、シュートブロック、もう一回持ち直してシュート、いやー惜しい、左だ、残り時間はあとわずか、黄色です、左サイド送ったボールカバーします、ビブなしゲット、さあ取ってビブなし左サイドへ預けます、真ん中使ってボールビブなしゲームがゲット、さあ前抜け出す動き、浮き球うまい、ナイスタッチ、シュート、いやーいやー決めきれなかった、跳ね返りも当たりますがこれは流れます、キーパーがしっかりとコースに足を出して耐えました、ナイスだよ、残り時間はあとわずか、折り返し、ワンのシャチ、キーパーブロックして見直し振って右サイド、さあカウンターだ、走らせる左サイド、ワン長いか、惜しい、ラストワンプレーいきましょう、ラストワンプレイ、ラストワンプレイ、さあラストワンプレイです、黄色ボールを握ります、浮き球でフォアうまくタッチ、もう一回も送りますが左サイドブロックした、ラストワンプレーです、黄色回収、
預けてミサイル。さあ前からはめればチャンスだぞ。ビヨシンうまく対応したい。逃げたいが、つっついたボール、ヘディングでつっついて足は気をつけてね。いやー逃げた、黄色ナイスだよ。左は長いか、長いか、収まったかな、収まったか。さあラストワンプレイ、左サイド、そしてシュート、いやーオッケー。では行きましょう。後半戦ガチ、1試合目行きましょう。チーム返して1試合目。さあ、あっちを使って、まずは赤チームがボールをゲット。受け取ってから右へ預ける。折り返しよ、ナイスブロック。コブラゲット、ビヨシ。取ってから、右へ振った。さあ、持ち直して、ビヨシーム。一つドリブルで止めます。相手にいますか？赤がカバー。戻して、後ろもう一回。受け取って、赤チーム。広げる、左は流れます。欲しい。さあ、引き続き、激しい接触だけ気をつけて、怪我だけないよ、皆さん。行きましょう。フリックしたボール、赤はカバー。ドリブルで持ち込み、中央。引き続きながら、右に下タッチして、ずらして、いやー、ポストだ。これはポスト欲しい。ビヨシです。右へ展開、ナイスインタプト。ケトシーで赤チームうまく止めて、中央でこれをボールをキープします。さあ、スペースがありますが、一旦ボールを持って左サイドへ回します。縦、クロス。いやー、タッチ、オッケー、ナイスゴール。速いボール、クロス、しっかりと合わせます。相手ゲット、真ん中から行きましょう。1分が経過。まずは1点ゲット、赤チームです。速いクロスしっかりと合わせました。ビブなしです。近いところに預けます。ボールを持って間締めますが、トラップをしたボール、ビブなしチーム縦を選択。ちょっとボールが浮きました。惜しい。サイドから赤ボールです。さあ追加点狙いに来たい赤チーム、まあ一旦下げをしてから真ん中に預けて、一つためを作って一旦後ろ引き付けて真ん中タッチ、前を下がってるんでボールを回します。右振ったアウトにかけて左サイド、うわ入れ替わり、そして右サイドずらしてシュートはブロック、コーナーから再開。さあ押し込みたい赤チーム、近いのシュートはよー決めてきます。角度のないところ、コーナーからうまくリスタート、動き出し決めていきます。エアハイタッチありがとうございます。真ん中にましょう。さあこのタイミングでキーパーチェンジしましょうか。キーパーチェンジいきましょう。キーパー次の番号します。いきますよ。さあ2分が経過、残りは4分、2対0、赤がリードします。ビブ出しです。フォアへ展開、うわーどうかな、これはサイドへ切って赤ボールです。左赤もらって中央からポストで受けて反転して前を塞がるんでボールを止めてから左サイドを使います。さあスペースがあるんで左右確認、縦を送る、左サイド折り返しはブロック、ナイスカバー、ゲットしてビヨシ。さあ1点を返し行きたい、左を上がらせる。さあこれで前も動き出しがある、狙った、どうだどうだどうだ、いやーオッケー、ナイスゴール。これパスだったのかな、ナイスゴール、結果ゴール、ナイスゴール。パスでしたがキーパーの読みも重なってゴールへ吸い込まれます。2対1。さあ反撃の1点が入ります。ゲットしてビヨシ、立って中央引き付けてからフォアへ上がる動き、ドリブル中央進入、シュート、よーオッケー、ナイスゴール、中央引き付けてこれで2対2同点。3分経過分かりません。2対2同点。赤チーム預けて後ろ、ボールを持って間ブロック、ビヨシゲットが、これはブロックしたボール、さあうまくキープしたいが、これはサイド切っていきます。冷静な判断。赤チーム中央近いところ、戻して左へ展開、溜めながら長いボール右サイド受け取って真ん中を通過がブロックが寄ってくる。さあ浮き球気をつけてね。さあ上げて赤チームボール持ちシュートブロック、これ味方に当たりましたが左サイド引き取って落としです。落としから後ろから狙ってますね。ボールを巧みにターンをしてボール持ちながら預けて後ろ、後ろからさあもう一回広がり作れて赤チーム、これで右サイド顔を出してから中央中入りながらパスの出しどころを伺いながら右サイド降りてきたのを使う、使ったボールさあちょっと動きがなかったかな、これ右サイド送って、さあクロスをうまく送りたいが中は締められてる、あいやいや折り返しシュート、いやーブロック、キーパー耐えます。キーパーチェンジいきましょう。両チームキーパーチェンジます。次の番号いきましょう。赤チームキーパー順番大丈夫かな、 OK、 いきますよ。4分経過、残り2分いきましょう。2対2の点。さあ前から一番プレッシャー、地を使う、赤ゲット、溜めてから右サイドタッチをして右サイドを上がらせてクロスかシュートを送りますが、これはキーパーが対応、長いボール、いいスローイング、フリックして左タッチでシュート、いやーブロック、キーパー耐えた、いやーこれはキーパーのいいスローイン、フリックをしてシュート狙ってきますが、キーパーが対応、赤チームです。左振った、いや引き方、いやオッケー、決勝点か、3点目ゲット、これで逆転ビブナシーム、3連続ゴール、3対2です。赤チーム
さあ返しに行きたいぞ赤チーム。食べてから左サイド、残りは1分ちょい、持って右サイド、タッチはブロック入った。さあこのまま前へ持っていきたい。ビデオチーム引きつけながら左サイド、さあなんか伺いながらスイッチで左サイドに預けます。持ったボール、股抜きシュートはポストしてほしい。残りは1分、残りは1分、3対2赤チーム、一番ディフェンダープレッシャー、持って中央近いところ、広げる、左は長いか、欲しい。足大丈夫、近いところ微妙し、相手使う、タッチダイレは右サイドに流れます、欲しい。残り30ほど、赤チームです。さあ1点返したいぞ、3対21点のビハインド、ポストで受けて反転、前へ向く、引きつけて右のスペース上がらせる、折り返し中央、いやー惜しい。しっかりと真ん中顔も出してますが若干ずれます。リアシゲット、声が出ました、浮き球うまい、どうだ、入ったぞ、右サイド折り返し、ドリブル持ち出し、そしてシュート、いやー OK、 ナイスゴール、立て続けゴール、4対3、エアハイタッチありがとうございます。ラストワンプレーいきます、ラストワンプレー、4対2になります。さあ地を使って赤チーム、止めてから前をブロック、さあ1点返して降りてシュート、どうぞ、いや OK、 4対3、いやよいしょ、後半戦ガチの2試合目です、いきましょう、赤チームから再開。さあ赤です、ボールを回します、さあ受け取って、アイア使う、フリックしたボールはつながるかな、カバーして見まし、これは切っていきます、サイドから赤ボール。さあ4対2だったかな、さっきは。さあこのゲーム取りに来た赤チーム、落として後ろ、左はちょっとマイナスしてほしい、サイドからビヨシボール。さああっちをとかでビブナシチーム、まずは広げます、家の中一部寄ってくる、うまくずらしたい、さあ取ってからビブナシ右サイドに預けます、ずらして前はマークがついてるんで預けます、さあうまく隙間を縫っていきたい、落として後ろ、右に預ける、さあフォアも動き出しがあるかな、狙ったボールはこれはキーパーに流れます、さあゲットして赤チームかき出して、さあ前へ持ってきて、あーいだブロック、ナイスブロック、しかしこれのが入った、なんかカットイン、引きつけてドリブルシュート、いやーフリカー惜しい、キーパー一度止めますか、惜しい惜しい、真ん中でシャワーない、まずは1点ゲット、ビブなしからいきましょう、いきますよ、さあまずは1点ゲット、赤チームナイスゴール。さあ先制点を挙げたのはこのゲーム赤です、ブロックして赤ゲットして左、前コース切られますがドリブル入り、左サイド止めてシュート、よー決めてきます、立て続け2ゴール、ドッペルバック2対0、真ん中でしょう、これには敵も拍手を送ります、いきますよ、1分半結果いきましょう。さあビブなしです、ボールを持ちながら、さあ前を防がれてるからうまくボール動かしながら広げる、左サイド長いボールです、これはどうかな、うまく収めるが狙ってると、いやナイスーンですが切れました、惜しい、あっから再開、広げる右サイドが切れます、キーパーチェンジいきましょう、キーパー次の番号をします、赤チームのキーパーが入っておきます、次の番号です、 OK いきますよ、2分が経過、残り4分、しっかりと体を当ててボールをキープ、左サイド預けます、間入った、タッチは、いやーこれはノーファル、しっかりとショルダーで当たります、赤チーム後ろから左へ、さあ2点のリードがこのゲームも立ち上がりあります、これをキープしてこのゲーム勝ちに行きたい赤チーム、まあ中央を使って落として後ろ、ボールを持ち直して入る左サイド、戻して中、やっとこれが見送りました、欲しいサイドがありました、ビブなしです、さあ返しに行きたいビブなしチーム、中央がドリブル入った、引き付けて左を戻し折り返し、どうだ、いやーこれは合わせ切れて欲しい、さあ赤です、真ん中はマークが寄ってくるんでうまい、これで右サイドのスペースを使います、ガーディオンダーがすぐ寄ってくる、さあ足気をつけてね、 OK ゲットして赤、うまく中央を経由して真ん中ポストうまいターンで前を向く、引き付けて止めながらシュート、いや OK、 ナイスゴール、3分経過3対0、このゲーム突き放します、真ん中のビアシグロいきますよ、さあ赤チームこのゲームは立て続き3ゴール3対0、さあ返したいビアシです、
後ろ足上げます。ボールを持ってドリブルしつつ持ち上げ、間を使ってポーズと足元気をつけてね、大丈夫かな。赤がボールを体を入れてキープ、さあ手は出さないで、両チームOK。よし、赤、しかし、これはツッツイに拍手ゲット。さあ、取りに行きたいが、また抜かせない。ゲットして、右サイド。送って、クロス、どうだ、あ、いや、ブロック、こぼれ球、ツッツイたボールは入った、ゴール前、シュートは、いやー、にやか惜しい。これはサイドへ切れました、赤から再開。さあ、真ん中読まれてますが、これで持ち直して、もう一回真ん中に預けます。右サイド、振った。シュー、OK、ちょっと足に入ったが、ボール持ち直し。うまくついた、右サイド、折り返し、ほう、いやー、決めます、4対0。キーパーチェンジいきましょう。キーパー次の番号します。いいかな。さあよいしょ、4分経過、残り2分、このゲームは4対0。さあ1点ずつ返したい、右足真ん中出る、ナイスターン、ドリブル入ります、シュート、いや惜しい、これは右足惜しい。右サイド赤チーム上がらせます、ドリブル縦選択、右サイド、さあまたいい広がりになりますが、タッチをずっと惜しい、決まればハットトリック、ビブ出しから再開。左からビブ出しチーム、長いボールです、どこな、どこな、ちょっと大きいか欲しい。赤です、塩で引き取って左サイド、これで受け取って縦を背中、ナイス落とし、塩で引き取ってもう一回引き継ぎ、左スペースがあるぞ、もう一回落とし、右サイド、キーパーできた代表、さあ狙ってますが、うまく回避して真ん中、真ん中で引き付けながら、さあホーム広がりがある、これで右サイド使う、デュンダが一枚寄ってくる、キーパーかわせれば、シーカーと体を入れた、手を出さない、オッケー、ゲットして、右足、持って、シュート、いやー、ずれた、ブロック、赤、もう一回、左へ、落とし、後ろ、止めながら、左預ける、さあ、前を塞がってるんで、ボールを握ってから、股抜きはビブなしがブロック。浮かせ真ん中、いや入れ替わりはどうだ、残るかな、残ってる、右足、右サイド、折り返し、ワーブロック、これでコーナーゲット、残り30、どうだ、いやーずれた、もう一回コーナーです、ブロックしてもう一回コーナー、さあここで1点追い上げたい、右チーム、フォアへ振ったが、これもブロック2や、残ってますよ、シュート、いやーサイドとか欲しい、キーパーから正解、残り時間はどうですか。さあ4対0、残り時間はわずか、前からはめて1点を返したい、ビーナチーム、さらに突き放せるか、赤チーム、振ったボール右サイド、持ち込んでシュート、いやーブロック、キーパーこぼれ投げて、もう1回置きたボール左、はちょっと長いか欲しい、ラストワンプレイいきましょう、ラストワンプレイ、ラストワンプレイ、左からビーナチーム、ラストワンプレイ、ボールを持って狙ってますが、しっかりと体を入れます、さあ手は出さない両チーム、 OK、赤ゲット、止めて、いやーブロック、タイマースラストプレイです、長いボール、どうだ、キーパー対応、うまくタッチ、戻して左、さあ連動したい、ラストオンプレイ、右手にする、持ち替えてずらして、もう一回、さあ足のことない、持ちます、左預ける、さあラストオンプレイ、間縫って入って、落とし、落としから中央ずらして、いやーブロック、キーパー耐えた、さあまだボール入ってます、ラストオンプレイ、左を収めます、間縫ってボール、赤ゲット、鍵出せ、中央持ち替えて前向く、預けてから右サイドスイッチ、縦を戻し、戻し後ろ、もう一回、さあラストプレー決めて終わりたい、左サイド収まる、収まったボール止めて、シュート残ってる、ずらしてカバーです、さあずらして右足、さあ前持ってきたい、縦はブロック、赤ゲット、さあ時間長くなってますがラストプレー決めて終わりたい、両チームバー流れます、欲しい、でしょう、ガチの3試合目です、いきましょう。さあ直前のゲームは赤チームの 4-0、5-0 か、大量得点だって、このゲーム取りに来たい、 BS チーム1勝1敗です、間フォアは流れます、さあこのゲーム先制目指していきたい BS チーム、しかし前からすぐプレッシャー、近いところに預けてから展開したい、縦を選択、フリックで前向きたいが赤が回収します、受け取って落とし、狙ってる、うまく回収、右へ預けます、間縫ってこれでターン、左はブロック、続いたボールはどうかな、これは切れましたね、サイドからやりましょう、サイドから再開、さあセットして赤チーム近いところから始めます、広げて右サイド前動き出し、これはブロック引っかかる、ゲットして赤、預けて後ろもう一回広げる、右サイド持って赤チーム前はどうかな、中央使ってビビアシカバー、続いたボールはビビアシが取ります、さあこれで押し上げたい、間入った、タッチをしてシュート、いやーヒールはブロックか、ノールックヒールはキーパー対応、コーナーから再開、さあフォアをケアしたい、一旦下げますか、赤ブロック、
さあこれでゲットしてカウンターで来たい赤チーム、右サイド連打が1枚すぐ見に来ますが、ずらしたボールダブルタッチ、左サイド真ん中使ってタッチで左サイド抜ける、折り返しはポスト、欲しい、キーパー出てきたんで間空きましたが、これはポストでした、欲しい。1分半経過、ビブなしです、右に預ける、シュートはサイド欲しい、赤から再開、左サイド赤チーム持って中央溜めて右広げて左タッチをしてから上がらせる、左サイドボールを持って赤チーム中央使ってフリックで真ん中広げる、右サイド引きつけてからシュートブロック、先にキーパーチェンジしましょうか、先にキーパーチェンジしましょう、あ、出していきましょう、赤チーム落としフリックスで真ん中タッチをして、そしてシュート、いやーずれます、惜しい。さあキーパーから見出しです、長いボールタッチブロック引きつけて右を上がらせる、タッチしてシュート、いやーブロック、これのままタッチ逃げて赤チームをゲット、ずらします、振って右サイド立って、いやーナイスタッチ、どうだ残らないか、惜しい、サイドから見出しボールいきましょう、惜しい、ボールは見出していきます、下げて右足下げて後ろ、さあボール持ち替えて右サイド、さあ押し上げていきたい、ビブなしです、左預ける、さあまずは先制点狙いたい両チーム、長いボールで裏を狙う、スコーピオンは届かずに、さあキーパーから再開、さあ3分が経過、残り3分、長いボールで右サイドキーパーができてカバー、しっかりと体を降りてサイドでボールを切っていきます、ビブなしです、サイドから中央から見足左預ける、ボールを持って右に戻しです、受け取ってから持ち替えます、預けてから落とし、さあ持ってタイミングを見ながら長いボールは切れました、惜しい。さあこのゲームはスコアが動かず 0-0 のまま3分半経過、赤チームは近いところ持ち替えて右を預けます、受け取ってさあ一つ止めてから左サイド前から一枚すごい素早いプレッシャー、これはボールをしっかりとキープして右サイド、さあ前からはめに行きたいがなんとか逃れて赤チーム左サイド預けてワンツーで真ん中顔を出す、これをもらって溜めて縦がちょっと前ですがうまく入った、溜めて出してフォアよ、いやータッチできればキーパーチェンジ行きましょう、キーパーチェンジします、次の番号しましょう、赤チームのキーパーが入ったら進みましょう、赤チームのキーパーが入ったら行きますよ、さあ4分経過残り2分ビブなしです、持って真ん中使います、拾ってから動かして左預ける、フォアも動き出し間縫ったボール赤回収、中央で引き取って左を上がらせる真ん中ブロックです、体ナイス対応、しっかりと体入れました、ナイス対応、入れ替わるか、いやビブなしゲット、動き出しどうだタッチ、いやー惜しい、裏飛び出しうまくボール送ったがタッチはしきれず、惜しい惜しい、赤です、ボール持ち替え左サイド真ん中を使う、前はブロックつっついてビブなしカバー、左を使う台で中央、受け取ったボールビブなしチームまたぎます、渡して後ろ長いボールどうだ、これはマイナス、少し赤チームです、近いところ狙ってるぞ、うまくキープしたい、預けて右サイド残り1分ほど間打って受ける、さあこれで広がる動きは受けるナイスブロックゲットして、ビューシーさあカウンターできた、ビューシーム戻りも早いぞ、うまく止める、さあこれでキープを押しながらビューシーム止めてからん探します、浮き球ブロック、これ回収ついたボール赤にポストに入った、さあこれで連動したい右サイド一つ止める、さあディフェンダーはすぐ戻りました、ナイス上がり、さあこれで持ち替えて赤チームドリブル左サイド、左サイドから中に入っていく動きがありますが、これ真ん中塞がってるんでボールを落ちます、中央タッチ持ち替えて真ん中ブロック、これでも赤ゲット、ずらして戻し左サイド折り返しどうだ、いやオッケー決めてきました、残り時間どうですか、赤チーム1点先制、真ん中でいきましょう、ボールビブなしていきます、さあラストワンプレイかな、ラストワンプレイいきます、ラストワンプレイ右サイド赤ブロック、さあラストワンプレイ1サイドの赤リード開いた、ゴール前しかしこれはカバーがあるぞ、なんとかかき出したいが赤ボールまだキープ、さあ声かけて赤チーム真ん中でしてフォアも動きがある、これで振って左はないか、欲しい
いましょう。最後赤から再開ガチです。どうぞ、いいですよ、いつでもいいですよ、どうぞ。さあ最後赤の4試合目です。このゲーム5分のゲームでいきます。お願いします。ビビアシから再開。受け取ってビビアシチーム、ボールを持って預ける。左サイドちょっと後ろ、右サイドで広げます。持ち直しをして中央からためを作ってドリブルで入る。相手使ってこれはカットして右サイド、送ってもらうブロックです。ゲットして縦ビビアシーム、シュート、やーオッケー、決めていきます。ギア先生ワンダーの勝利、いきますよ。さあこのゲーム取りに行きたいビビアシームがまずいです。先生赤チーム左ずらしてから止めて、なんか折り返し、いやー若干ずれた。ビブなしから再開。さあビブシーム近いところ、左サイドです。ボールを持って真ん中使います。タッチは残ります。前送ったボール赤カバーをします。さあ1分が経過、5分のゲーム残り4分。振って右サイドを縦で赤、受け取ったボール持ち直して中央で、ちょっと短いかな、狙ってるぞ、裏カイドの格好になって、みんなシュートを送るが、これはキーパー対応。赤近いところ長いボールどうだ、タッチしたボールが左に流れます。宮下がカバー、送ったボール赤カバー、ずらしてから受けたブロック、ゲットして宮下ドリブルから左、どうだ、いやーサイドやってほしい。キーパーチェンジいきましょう。このためにキーパーチェンジします。赤から再開、振って右サイド。さあ赤チームボールを握って前を押し上げて1点を返しに行きたいぞ、ところが動きが取れました。惜しい。サイドから再開、ビブなしです。近いところ預けます。受け取って、あ、いいよ、やっていいですよ、はい、セットをしてビブなしから再開です。あざす。サイドから再開。さあ送ったボールは切れました。惜しい。さあ残り3分ほどです。赤から再開、赤です。ボールを持って右へ預けます。受け取って真ん中顔を出す、送ったボールブロック引っかかった、シュート、いやオッケー、決めてきます。ナイスゴール。追加点2対0。このゲームはビブなしがリードの展開。さあ赤です。ナイスブロック、足元気をつけて、オッケー、続いてボールはサイドで切れます。サイドから再開、赤です。後ろから下げて右に預ける、相手顔を出すがボールを持って一つドリブル持ち出し、縦選択、これはブロック、ゲットしたボール、ビビアシーム体を入れてボディフェンドを切れながら縦を選択、ドリブル、シュート、ポスト、もう一回ずらしたボール赤ゲット、回収して左サイドドリブル上がります。気づけながら真ん中使う、タッチをして右サイド赤です。シュート、いやーポストだ、欲しい。サイドから再開、ビビアシボール、サチを使ってビビアシーム戻して後ろ右サイド、縦を選択、右サイドです、縦入ったがーキーパー対応、右サイド赤です。ボールを持ちます、ドリブル入って左サイド、タッチをして一つ止める、縦選択、左サイド折り返しどこな、いやー決まった、オッケー、ナイスゴール。キーパー最後チェンジしましょう。最後キーパーチェンジ、2対1追い上げ、いいかな、いきましょう。残り1分半ちょっと、ギブなしから再開。さあラストマッチ、ゴール決めに行きましょう。長いボール赤ブロック、受け取って赤チーム、ボールを持って左預けます。タッチをして引きつけながら前へ運びたい、間を送ったボールはビビアシがカバーです。長いボール、うわー切れました、惜しい。さあ残りは1分、赤です。左預ける、受け取ってボールを持って後ろ下げます。赤チーム長いボールはナイスカバー、ゲットして赤、もう一回一つ溜めます。これでボールをキープ、受け取って声かけながら右へ預けます。さあ左広がりもありますが縦入った、ずらして2点目はどうだ、いやオッケー、決めてくる、2対2同点、ナイスゴール。残り30、同点2対2。さあチームで盛り上げて赤チームが追い上げます。2対2同点、残りは30を切ります。リブシ縦選択、中央はタッチをして、ナイス、いやこれかな、これでもうキープしたいが、ビビアシが解除して一つフェイントを入れる、引き付けて後ろ預けて左、わー狙ってるぞ、うまくボディフェイントを入れてから、さあうまく預けたい後ろ、残り時間はあとわずか、持ち直し右サイド送って、相手が狭いが前を抜けたい、かわして赤、
さあ持ち替えて中央ドリブル、3点目はどうだ、引き継ぎだから左、大丈夫、滑った、ダメで中央入った、ずらしてダメだから右サイド折り返し、うわーブロック、もう一回まだ来てる、ずらしてゴール前シュートだ、いやー決められない、決められない、ブロック足気をつけて、足気をつけて、ゲットして続き合い、続き合い、シュート入った、いやーブロックキープ、いやーどうだ、気をつけて、気をつけて、流れます、ボールコーナーから行きます、ラストワンプレーコーナー、決めきれず、ラストワンプレーコーナー、ラストワンプレーです、長いボールどうだ、どうだ、いやーブロック、もう一回続いて、さあゴール前の最後の攻防、ラストワンプレー、ラストワンプレーです、時間か、ラストワンプレー、長いボール、うわーキーパーカバー、さあ前から狙ってる、行き過ぎは気をつけてね、行き過ぎ気をつけて、ずれてどうだ、いやータッチしたが収めきれない、さあラストワンプレー、もうあんまり時間がない、右サイドずらして中進入、預けるがブロック、こぼれ球送って右サイド、さあ決めて終わりたいが、これが流れます、では行きましょう、エンジョイミックス、2試合目ですね、前半の2試合目、アップゲームを終えて前半の2試合目です、さあ引き続きエンジョイミックスのはボディーコンタクトなしでお願いします、怪我ないよ、最後まで行きましょう、中央使ってオレンジ、さあうまく突っつきますが、これでも回収、右サイド受け取って、さあ前へ運びたい、中央使って寄っていきます、さあ足元気をつけてね、行き過ぎは気をつけて、さあ取ってオレンジチーム、さあ狙ってますが、これはサイドで切ります、さあサイドからオレンジボールです、中央使ってオレンジ、スルーして左溜めてボールを持ちます、ずらしてからさあ前へ預けたい、左サイド、左サイドが中央使ってタッチをして戻して後ろ、もう一回狙ってました、ビビオシが回収、広げて中央タッチをして前への動き出し使いたいが、オレンジがすぐにカバーに入ります、入れ替えてビビオシゲット、溜めてずらしてシュートコースだ、いやブロック、これはしっかりとカットしています、こう流れ高い、さあエンジョイミックスのも6分のゲーム、キーパーは2分交代です、フリックしたボールは引っかかってオレンジ回収残ってます、さあ足元だけ気をつけて、サイドへ蹴ってボールビブなしですさあビブなしボール近いところ、あ入ったシュート、いやーずれた、惜しい、ゴール前うまく顔を出してもらいますが、シュートは若干左です、惜しい惜しい、オレンジから再開、1分ちょい経過、オレンジです左預ける、前からプレッシャー、突っついてサイドへ切ります、オレンジ後ろから、さあ前からはめられるんで、うまく逃げたい、うまく逃げたい、足気をつけてね、 OK ゲットしてオレンジ、さあこれでボールを持って、さあ前を押し切って真ん中使って左を上がらせたいが、キーパーできたよ、キーパー近いところに預けます、ボールを持ってドリブル真ん中入る、さあ引きつけながら、あいやーブロック惜しい、これはオレンジ止めました、ビブなしオレンジがゲット、ドリブル入って右サイド折り返しはどうだ、いやーサイドネット惜しい、ビブなしから再開、右サイド振って展開、縦はオレンジカバーです、ナイスキーパー出てきます、長いボールはキーパーに戻ります、さあビブナシチームです、シーを使って真ん中もらう、気付けながらうまくビハインドタッチで左へ抜けます、持ってチーをナイスカバー、戻りましたオレンジ、ゲット敷いて後ろから逃げたいオレンジ、さあ前から1枚プレッシャー、さあボール持って左へ展開します、スペースがあります、長いボールは左に入る、タッチをして反転前向き、左サイド一つ止めてからもう一回やり直したい、中央を使う、振った右サイド、さあ前を向きたいがディフェンダーもついてるから一旦下げて、もう一回やり直し、右サイドは切ります、オレンジキーパー次の番号をします、オレンジキーパー次の番号をしましょう、オレンジのキーパーが入ったら進みましょうか、ごめんなさい、オレンジのキーパーが入ったら進みます、 OK いきますよ、ビブなしから再開、さあまずは先制点取りたい両チームですが、送ったボールはサイドへ切れます、さあオレンジボールです、左へ受け取って間顔を出しますが、マークがついてるんで右からもう一回戻し、ちょっと浮きましたがうまく処理、右サイドを使います、さあランニングもあります、これで前を向いて縦を使うが、これはカバーしてました、さあ中央に当てて引き取って右左送り返しですが、ちょっとマイナスになったボールを戻して後ろ展開、右サイドゴール前シュート、いやーブロック、キーパー対応、ナイスキーパー、ナイスキーパー、さあキーパーはそのまま自ら上がります、オレンジ預けて右サイド、さあ仕掛けに行きたい、中央入る、入ってずらして、いやーちょっと大きくなったか、ボールをもう一回持ち直したい、預けてから真ん中声かける、シュートもらう、シュートはいやーポスト、もう一回ゲット、送ったボールはブロックです、うまく止めて足気をつけて、 OK ずらしてからシュートコースはどうだ、なんとかボールをキープ、左サイドもう一回折り返しはどうだ、いやー OK 決めてきます、ナイスガール、真ん中でいきましょう、ボールセットしてボール真ん中でいきましょう、3分半ちょい経過、ビブなしから再開、
さあまずは1点ゲットのオレンジチームです。うまくキーパーのニアを抜きます。さあビブなしです。ボールを回して1点を返しに行きたい右サイド。フォアはもう顔を出します。シュート狙った。これはブロックゲットしてオレンジ書き出します。縦送ってもらうビブなしがカバーです。近いところ預けます。動き出し真ん中進入入った。ゴール前シュートはどうだ。いやーブロックキーパー耐えた。これは耐えました。オレンジゲット。真ん中使うスルーして右サイド。さあフォアも広がりがある。これで使って左サイド、左サイドから溜めて中央顔を出します。うまいタッチずらして、いやーブロック足元気をつけて、オッケービブ出した。なんとか回避しましたがオレンジがカバーします。ボール持ち替えて右サイドは切ります。オレンジキーパー次の番号しましょう。オレンジキーパー次の番号します。いきますよ。さあ4分が経過、残り2分です。オレンジは左からボール持って下げます。後ろもう一回間はブロックビブなし収めたいがオレンジ入れ方ナイス。3点貯めてシュート、いやー狙いすぎたか惜しい。左へ切れます。惜しい惜しい。しかしうまく反転でゴール前顔を出します。さあ残りは1分ちょい、ビブなしです。1点を返しに行きたいぞ。1対0右サイドは切れました。惜しい。さあオレンジですサイドから下げて後ろ左へ戻しうまく突っついて遅らせます。オレンジから再開。さあ下げてオレンジ持ち替えて右サイド長いボールで狙うがちょっと大きいか惜しい。逆サイドを狙います。残りは30です。残り30ブロック入った入れ替わり。さあずらしてからゴール前進入シュートは打ち切れない。これはしっかりと寄せました。ナイス対応。左へ振ってビビ足ボールをゲット。展開右サイドうまく収める。右サイドからカットインをして真ん中する。真ん中からずらしシュートコースはブロックあってコーナーへ流れます。なんとか耐えます。残り時間はあとわずか。ラストワンプレイかな。ラストワンプレイいきましょう。ラストワンプレイシュート、いやオッケー決めてきます。では行きましょう。オレンジから再開、エンジョイミックス3試合目です。さあ引き続きボディーコンタクトはこのカテゴリーないようにお願いします。気をつけていきましょう。シュートを引き取ってオレンジダイレット右サイドワンツー左はちょっと短いけどビュース、いやー入れかった。そしてシュート、いやーキーパー正面だった。これはキーパー正面惜しい。さあタッチしてビブなしチームがボールを握ります。一つボールを持ち出して左サイドへ預けます。受け取って間を取って真ん中で受ける。さあデュータが狙ってますんでボールを握りたい。さあキープしながらフォアの広がりを使う右サイド送って入った。いやどうだ、いや惜しい。丁寧に逆サイド折り返しましたがタッチはサイドネットでした。惜しい。オレンジです。溜めてから縦を使う右サイド展開右サイドドリブル入る。折り返しはどうだ、引き付けながら返したい。真ん中入った。タッチして右サイドもう一回フォアに広がり、これで空いたスペースに送りたいが戻ってきたディフェンダーが回収します。預けて右サイドドリブル入る。真ん中から引き付けて、これは狭いエリア、オレンジが回収をしてます。左サイドから魔力に一旦下げる形してます。1分ちょい経過、オレンジです。あいだ入った。ダッチで戻し、さあ持ち直して順位が一応見てますんでうまく剥がしたいがボールを持って判定まだ。さあ行き過ぎは気をつけて。 OK ゲットしてオレンジ一回止めるかな。ボールオレンジから行きます。オレンジボールでしょ。行き過ぎは気をつけてね、このカテゴリー。 OK 行きますよ。オレンジから再開ゲットしてオレンジボールを持って広げる左サイドシュートどうだ、いやー惜しい。これはサイドでした。遠目から狙っています。1分半ちょい経過。さあボディーコンタクトはなしですがシュートはどっから打っても大丈夫です。強シュートも OK。 立ってビューナシ右預ける。展開左大きいか惜しい。さあ左右揺さぶってくるのはビューナシチームです。オレンジから再開。さあオレンジです。預ける真ん中タッチ縦。さあ狭いエリアです。下げてもう一回、これで相手顔出して使う。うまくタッチしてずらしをしてボール持ち替えます。キープをしながらずらして入った。ちょっと長いか惜しい。もう一回続いて開始オレンジ左サイド。さあ広がります。右ちょっとずれたか。キーパーチェンジしましょう。キーパー次の方いきます。キーパー次の番号しましょう。いいかな。 OK ビブなしから再開。さあ先制点を挙げたい両チーム、エンジョイミックス3試合目です。真ん中に当てる、これ引き取る、引き付けてからシュートどうだ、いやーブロックキーパー閉じた。こぼれ球うまく処理したいが、さあ体は気をつけてね。つっついたボールはつっついてオレンジをゲット。引き付けながら真ん中にしてタッチをしたいがこれはカバーしてビューシー間の入った方は
そして左タッチはどうだ、ゴール前、オッケー、ナイスガール。ここはしっかり決めていきます。1点ゲット、真ん中でよいしょ、セットしてオレンジから真ん中でいます。3分が経過、1点ゲットはビブなしチームです。オレンジから再開どうぞ。さあこれでビブなしチームが1点ゲットです。送ったボールはサイドで切れます。ビブなし近いところ預けにしてから中央を使う、持ち替えて真ん中タッチをして前は入れ替わり、ブロックオレンジゲット、立ってオレンジダメながら右に預ける、スルーをして右サイド折り返ししたいが開かないか、足気をつけてね、オッケー、ずら、だ、一回止めるから大丈夫。サイドからディフェンスボール、左サイド止めて、ずらし、いやーオッケー、足大丈夫、オッケー、滑った、大丈夫、真ん中にいましょう、真ん中からオレンジボールです、いきますよ。オレンジから再開、さあオレンジです。2対0になりますんで1点返しに行きたい。まずは右サイド預けて中央を使ってボールをキープ、引き付けてから右サイドタッチをして左展開狙ってます。さあうまく回収、間ブロックかかって、さあカウンター来た、オレンジこれで前持ち出してドリブル中央入って、またいで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 右サイド送る、送ったボールちょっと長いかわしい、キーパー次の番号先にしましょうか、ごめんなさい、先にキーパー次の番号しましょうか、オレンジ次の番号します、キーパー、オッケー、いきますよ。さあ行きましょう、残りは2分弱。さあ返しに行きたいビブナシチームがボールを回します。受け取ってフォアを狙うかな、いやこれでボールを持ちながらまずは近いところにしました、安定して前を向く、前も動きがありますがタッチでボールを残します。ビブナシボールをキープしながらうまく預けたい、持って後ろ下げた格好、キーパーも角度を作ります、右へ戻し、引き付けながら縦を選択、右サイドフリック、うまいが俺に寄ってきた、行き過ぎは気をつけて、オッケー、逃げて浮き玉で預けてタッチをして持ち出し、ナイスだよ、ゲットしてオレンジ、さあ押し、いやー動きがずれた、惜しい惜しい、残りは1分いきましょう、残りは1分、残りは1分、ビューシから再開してますがこぼれたボールオレンジ回収、これで真ん中でもらいます、ドリブルで入る、さてやったらオッケー、左手でビューシ中央ちょっと短いか、ナイスだよ、ゲットしてオレンジ、引き取ります、これでもらってから左を上がらせる、さあ押し込みたい、1点を返したい、また抜けない、タッチは残ってない、惜しい惜しい、最初からビューシです、惜しい惜しい、止めれればと言ったから中央ビューシ、左を持ち出し、残りは30ほど、預けて後ろもう1回、間うまい、これで入ってきます、預けて間ブロック、右サイド左展開、さあこれで持ち押し、送ってフォア入ってシュート、いやオッケー、ナイスゴール、キーパーここまでできてアシストです、ナイスゴール、真ん中に行きましょう、いきますよ、ラストワンプレイでいきましょう、ラストワンプレイ、オレンジです、預けて左、右へもう一回預けます、持ち替えて中央に戻しです、受け取ったボールオレンジ、右へ戻します、前から1番プレッシャー、さあ剥がして1点を取りに行きたい、オレンジチームラストワンプレイ、預けたボールはキーパーがフォローします、さあ裏を狙いたい、長いボールどうかな、うまく使いたいがちょっと短いか、ビジネスがカバー、キーパーから長いボールは中央で引き取ります、さあうまく広がり作りたい、これであいや入ってきて、いやーキーパーできてカバー取ったらオレンジ、さあ一つフェイント入れてから中央、行き過ぎ気をつけて、行き過ぎ気をつけて、行けてみようかな、ボールオレンジでしょ、ボールオレンジです、ボールオレンジからもう一回、オレンジからラストもうワンプレイ、さあボディーコンタクトはないようにね、左サイドを詰めてもう一回戻して後ろ、うわーどうだ、残ってるかな、残ってる、入れ替わって何とか逃げたい、さあ気をつけて、足元足元気をつけて、入れ替わってオレンジ回収、さあ決めて降りたいか、いやーブロック、ラストアンプレー、さあキーパーまた自らドリブルいきます、さあ持ってってアシストしたい、右サイド預ける、預けてボール、反転前向く、引き入れて止めてシュート、いやーブロック、では行きましょう、前半ラストエンジョイミックス4試合目です。ボールを持ってビビアンチームから再開、シュートどうだ、ブロック、こぼれは流れます、はいよ、ビビアンチ近いところに預けます、戻して後ろ、一つ持ち出して中に入ります、引き付けながら持ってナイスタッチ、これはカットしてオレンジゲット、縦を走らせる、左サイドうまく収める、さあうまく展開したい、引き付けながらフォア広がりを作りたい、ループで右に送ります、前から一段プレッシャーずらしてから中に折り返し、これはキーパーが対応、さあ左サイドを上がらせます、ビビアチーム、連打が1枚寄ってくる、落として後ろタッチをして回収して右へ展開です、間顔出しに来る、縦を選択、さあボールを持って中にクロスを送り、シュートにしたが、いやーキーパータッチ、コーナーから行きましょう、
さあ1分がまずは経過、リブなしから再開。さあ近いところにします。さあなんとさあ接触がないように強いでずらして、なんとか止めるが、オッケー、後ろビューシャー開始、オッケー、サンキュー、ビューシャーゲットします。そしてから中進入、シュート、いやー、オッケー、ナイスゴール、1点ゲット。真ん中でしょう、細かいタッチ、左サイド抜きました、ナイスゴール、真ん中のオレンジいきますよ。さあまずは1点ゲット、ビブなしチームです。オレンジから再開、1分半経過、左サイドから縦へ預ける、反転して前向く、広がり右へ、ちょっと前ですかね、惜しい惜しい、ビブなしです、セットをします、当たして後ろ、さあ受け取ってから長い、いやーボールですが、オレンジが開始でした、オレンジ落ち着かせてから右サイド、さあ1点を取りに行きたい、間を縫ってフォアへ預けます。さあコース切られますか、中央にドリブル運んでまたいで進入、引き付けてフォア、動きがあるが狙ってます、さあ行き過ぎは気をつけてね、オッケー、オレンジがゲット、預けて間ブロック、ナイスブロック、ゲット敷いてビブなしチーム、ボールを持って溜めます、預けて後ろ、もう1回カットはビブなしに入ってます、渡して後ろ狙ってます、ボールをキープしたい、預けて後ろ、さあ引き付けながら長いボールで狙います、ガードだ、いやタッチャー、いや切れます、キーパーチェンジしましょう、キーパー次の方します、キーパー番号大丈夫かな、次の番号しましょう、いきますよ、オレンジ大丈夫かな、順番 OK、 いきましょう、オレンジから再開、2分ちょい経過してます、広げて右サイド、オレンジです、狙ったボールはブロック、ナイスブロック、こぼれのまま触りたい、触ったボールは長いかわしい、さあしかし前でしっかりと触っていきます、リブなしから再開、間タッチ、ナイスダウン、ブロック、こぼれゲット、オレンジ右預ける、がナイスこぼれ、つっついてサイドから切ります、あごめんね、はい、オレンジ近いだから3分経過、ずらしてから間にする、間から引き取って左サイド、フォアも広がりがありますがボールを持ち替えてこれで右に預けます、浮き球で狙う、ブロックは切れました、惜しい、サイドからオレンジボール、さあ1点取りに来た、オレンジちょっと動きがずれました、ライン上勝ったかな、オレンジはボールをキープです、ずらしてボール、さあ狭いエリア気をつけてね、足元、さあ取り返してビビらしいがうまく止めた、そして左、いや真ん中で経由します、持ち替えてから前かな、いやこれで間顔出した、使った、ダイレクト左サイド、わあ引き取りました、左サイド溜めて折り返し中央、わあブロック、こぼれだけゲット、ずらしたい、まだ抜けない、ゲットしてみよし、さあ気をつけてからだ、 OK、 サンキュー、オレンジが回収、中央使って浮き球でうまく逃げたいが、前から狙ってるのはビブなしチーム、なんとか逃げたい、オレンジ持ち出し、右へちょっと動きがずれました、惜しい惜しい、サイドからビブなしボール、さあビブなしです、見ます、間にした、戻して後ろ、判定はブロック、キーパーチェンジしましょう、キーパー次の番号します、両方ともキーパー順番大丈夫かな、オレンジチームはキーパー順番大丈夫なのかな、次の番号最後にしようか、 OK、 いきますよ、4分経過、残り2分弱です、前半戦ラスト、長いボールレースがちょっと大きいかもしい、ボールは切れます、オレンジから再開、近いところに預けます、受け取ってオレンジ、ボール持ち出してドリブル、気づけてから浮きのうまい、入った左サイド、折り返したい、ガータッチ、いやーいやー惜しい、うまくロングボールタッチ、左サイドから折り返しましたが、あとは触れればといったところ、惜しい惜しい、残り1分半切ります、近いだからボールを持って家の中1枚見てます、さあうまく逃げたい、反転敷いて左サイド、これを前、これで前を見て確認、長いボール送るが、ちょっと前ですか、惜しい、サイドから再開、オレンジチーム、さあ1点を返しに来た、1対0、ビブなしの1点リードです、返したいオレンジチーム、真ん中当てる、気をつけてね、オッケー、これ入れ替わってビブなしゲット、ビブなし後ろからタッチをしてボールを持ちます、預けて右サイド、長いボールはもう帰る、続いて右サイド止めて中央進入、シュート、いやー耐えた、キーパー耐えます、ナイスブロック、ここはなんとか耐えますが、中央入ったボール、うまく持ち替えてシュート、いやオッケー、ナイスゴール、ナイスゴール、クロス、これで2対0、真ん中にましょう、残り30切ります、オレンジから再開、さあ残り30を切って2対0、うまくクロスコーナーからループで仕留めます、
オレンジ右サイド。オクダブル中入った。タッチして、シュート。いやー、ブロックよく寄せました。コーナーからましょう、オレンジチーム。さあ、残り時間はあとわずか。1点返したい、オレンジです。近いところ。どうだ、いやー、耐えた。いやー、ナイスタッチ、ナイスタッチ、キーパーブロック。右サイド、ブシ。中に入、うまい。ナイスタッチ。気づけて、気づけて、シュートはブロック。こぼれ切ります。ラストワンプレイいきます。ラストワンプレイ。ラストワンプレイ。さあ取ってオレンジボールを握ってさあうまく使いたいが寄ってくるディフェンダー、さあ体気をつけてね、左サイド預けてからさあ展開したい。ラストワンプレイ、しかし狭いエリア寄ってくるディフェンダー、うまく入れ替わりたい、入れ替わりたいが、これは残ったか、縦に入った、左サイド、さあ決めて終わりたい。ラストワンプレイ、左から中央に送ってタッチは、いやーブロック、キーパーサイダー。いやー、よいしょー、エンジョイミックス後半の1試合目です。引き続きこっちのカテゴリーはボディーコンタクトないようにお願いします。ノーコンタクトでお願いします。青チームボールを持って右サイド、引きつけながら間を乗って、これでタッチ、引きつけて間はブロック、こぼれ球ビューダーシャが回収、そぎ取って浮き球、中央はさあ突っつきますが一旦これは後ろに下げます。縦選択ビューダーシャは切れました。惜しい惜しい。サイドから青、中央を使って青チームボールを握ります。右へ振った、タッチをして真ん中顔出して、これスルーはビューダシが引っ掛ける、ちょんと続いて右サイド、真ん中顔出してこれを使います。左へ預けてから広がりもあるかな、真ん中使ったボール青がブロック、さあ気をつけて足元、ずれたボールは残して青がキープをしてます。下げて後ろキーパー使ってやり直し、左サイド預けます。青チーム広げる右サイド、タッチはこれは回収しますが前から狙ってるぞ、うまく逃げたい、右へ送る、さあこれで押し上げてきた青チーム、縦はナイスフリック、しかしビューダシャがカバーです。キーパーまで下げてもう一回やり直し、1分経過残り5分、リブなしです。間使う、これで顔を出して左サイド青のブロック、入れ替わり取って、縦が入る、折り返したい、クロスはどうだ、いやーブロック、ニアで止めます。落として後ろタッチでナイスブロック、入れ替わりどうだ、うまく止めます。青チームを下げて後ろ持ち直し、カットインから止めて中はどうだ、折り返しは浮かして、いやーフラッグ、足足コーナーから再開、1分半ほど経過、青です。あ、いやー耐えた、大丈夫、ナイスブロック、体投げ出します。千代美吉狭いエリア、ポストで足気をつけて、足気をつけて、美吉ゲット、行き過ぎ、ありがとうございます、フェアプレー、ありがとう。さあ取って、青チーム取って、青真ん中使う、右を繰り返し、中はどうかな、うまく止める、間顔を出したよ、間これはだってボールビブなしていきました。キーパーこのタイムで次の番号しましょう、キーパー次の番号します、いきますよ、ビブなしから再開。さあスコアレスのまま2分が経過、狙ってますが手は出さない、 OK サンキュー、ビブなしが回収、預けて後ろもう1回、さあボール回しながら前へ押し上げたいビブチーム、1枚プレッシャー、持ち出しはブロック引っかかる、青ゲット、さあこれで連動して上がりたい、右サイド受け取る、ディフェンダーがコースを切ります、うまく逃げたい、後ろもサポートがありますがボールを逃げてから声かけて真ん中でもらいます、引き取ってずらします、が防がれる、防がれる、なんとか続いて右サイド逃げてからスイッチ後ろ展開、真ん中スルーがちょっと伸びてほしい、サイドからすぐ始めますが狙ってました、ナイスカバーが、よかった。さあカウンター決めたい、ビブシーム溜めながら中に入るが、青が戻りました。さあこれでドリブル、右預ける、前送ればチャンス、入った、ターンをしてゴール前、シュートはオッケー、大丈夫、乗った、大丈夫ナイスゴール、ぶつかったら大丈夫、怪我してない、オッケーナイスゴールさあうまくつないで、青がまた来てください、ビビシから再開、3分経過、ビビナシです、右サイドへボールを持ち替えて後ろ下げます。さあ押し上げていきたいビューダーシーム、長いボール、タッチは入れ替わり、起きたボール、青のキーパーが対応、ビューダーシーです、1点返したい、中は伸びました、惜しい惜しい、キーパーからいきましょう、青ボール、青です、まずは左預けます、右サイド戻し、で中狙ってるぞ、うまく逃げたい、キーパーをしてから左へ送る、タッチを敷いて真ん中顔を出しますが中央中継、右サイドへ預けます、受け取ったボール青チーム一つ持ち出し、シュートはブロック、こぼれ球、続いて左サイド、縦はブロック、わー流れます、足大丈夫、 OK、 サイドから行きましょう、青ボール近いところ下げます、落として後ろ
縦をうまく受け取る。ずらしてからシュートコースあるかな。引きつけながら落としがなんとか引き取りますが、さあナイスありがとう、フェアプレーありがとうございます、ボディーコンタクトないようにありがとうございます。さあ取って青チーム食べます。はい、扱う戻しで右サイド、縦はブロック青ゲット、戻して後ろもう一回切れます。さあ前から行ってビブヨシチーム1点返したいが、ライン上残ったボールはこれ切れました。先にキーパーチェンジしましょう。先にキーパー、次のワンゴーします。ビブヨシチーム順番大丈夫かな。3人目行きましょう。行きますよ。さあ残りは1分半ほどです。青チームから再開、縦選択右サイド、ボールを握って間はなんとかビブヨシ回収か、ずらしてボールドリブル止めてから血をちょっと出してシュート、いやーずれたボール、いやーなんとか止めた止めた、なんとか止めた、もう一回どうだ、ヤーブロック青ゲット、ずらしてから間にシーターが、これはうまくつながるかな。さあ続いたボールはビブヨシがゲット、止めます、狙ってるぞ、一回止めるかな、ボール止めます、ボールビブヨシでしょ、コンタクトないようにビブヨシボールでいきます。ビブヨシから再開、コンタクトなしでお願いします。ビブヨシから再開、残りは1分弱、ビブヨシです。はい、じゃあ使う、タッチ前向く左、止めてボール中央、青はどうかな、こぼれ球ずらしてから左、さあ1点取りたい、縦送る、折り返し、いやーブロック、こう流れましょう、流れ30切ります。さあビブなしボール1点を取りたいぞ、右サイドから中央顔出して止める、間狭いエリアはつっついて左に入る、折り返し、いやーフォアも届かないか、つっついてなんとかカバー、ビブなし左送った、シュート、いやーブロック、キーパー対応、ニアを抜かせません、ナイス対応。残り時間どうですか、近いところ、戻しは浮きました。ラストワンプレーいきましょう。ラストワンプレー、ラストワンプレーいきます。さあ青チームです。左へ送るブロック、青ゲット、戻して後ろ、キーパーから右サイド、さあ前からはめたいビヨシです。間使うゲットして青止めて、青チーム中央入って左止める、中どうだ、止めてから奥田ボールブロックは切れました、惜しい。では行きましょう、エンジョイミックス2試合目です。行きましょう、ビビナシから再開、間落とし、今の空いてます、受け取ってビビナシチーム右へ預けます。さあ前を下がってるんで一旦下げてからもう一回間のところ青ゲット、右を上がらせる、タッチをして受かってから間に乗ったボールはビヨシがブロックをして書き出したボール、青がゲット、広げる右サイド、真ん中使う、さあスペースからかな、引きつけながら溜めて右サイド送り返し、戻しは狙ってるぞ、ナイスタッチ、ビヨシゲット、書き出して中央タッチはブロック、こぼれはフォローします、キーパー左からビヨシタッチを敷いてボール前運びたいがすぐ防がれるんで、ボール持ち出し、間使う、青ゲット、ずらしてから進入が間、いやー惜しい、最後のハレルは惜しい惜しい、イブナシから再開、長いボールです、収めてゲット、持ち直して左へ振ります、受け取ったボールを広げる右サイド、もう一回タッチを敷いて左サイド、戻してから後ろ、左は青ブロック、持ち替えて中央入った、ずらしてもう一回どうだ、前は下がってる、中央から青、いやどうだブロック、惜しい、右サイド見出しタッチをして戻します、縦はブロック入れ替わり、残ってるライン上勝ってる、足気をつけてね、オッケー、青ゲット、持ち替えて後ろへ落とします。さあ持って青チーム、さあ1点を狙いに、ナイスブロック、これでもキーパー最終、1分半経過、左から見出し、右サイドから見出し、持ち替えて中央を使います、タッチをしてずらしたいがないので一旦下げます、取ってビビナシーム下げて右サイド、落として後ろ、左へ持ち替えて前、うわー切れました、惜しい、サイドから行きましょう、青ボール、さあ1点取りに来た青チームはサイドから見て下げます、戻して右サイド、相手が空いたシュート、いややめます、これ持ってから間抜いたいがビビナシーカバーした、さあしっかりと体を置いてボールをキープ、さあ狙ってますがうまく逃げたいが入れ替えてもらう、あ入ったゴール前ずらして、いやうまい浮かせたが、いやーキーパー対応、ゲットでフリックで左、さあこれで押し上げたいよ、ベンシームドリブル運んでシュート、ヤーブロック、キーパー先チェンジしましょう、先キーパーチェンジします、ビブシームいけない、オッケー、力
近いところ見足戻し引っかかったオッケーとずらしてから前は防がれる。さあ狭いエリア狭いエリア、なんとか逃げる。青ドリブル入る、引きつけてから前はブロック、ナイスカット。持ち替えて微妙し丁寧にボール持ちながら右サイド落として後ろタッチをします。広げて右サイドもう一回キーパーに預けます。持ち替えます。キーパー広げる右サイドもう一回間タッチバー流れます。さあ3分が経過、残り3分、青です。中央を使います。右を使う。さあ取ってうまくずらす、中どうだ、間入りたいがカバーして見出し。さあためながら中央に預けたボールフォアに流れます。さあ持ち替えて、さあ前はプレッシャー、マークがしっかりとついてます。キーパーに預けて突き直し。さあうまくつないでいきたい両チーム。右サイド見出し、間もう一回顔出したいが、これも防がれる。止めて間送りますが、青がブロック控えてシュート、いやオッケー、ここで決めてきます。ナイスゴール、前からしっかりとはめてました。ナイスゴール、いきますよ。さあ1点ゲットは青チームです。返しに行きましょう。ビブなしチーム下げて後ろ右へ預けます。中央を使って間タッチはどうだ、体当てない、オッケー、左振った、止めてから中入る、ブロックオッケット。さあ決めたい、1点返したい、ずらしてから止めて広げたいが落としにしてる、取ってビブなしです。持ち替えてドリブル、中央進入、引きつけたボールは切れます。キーパー先チェンジしましょうか、先にキーパーチェンジします。両チームキーパーチェンジしましょう。最後から早くいいかな、いきましょう、オッケー。さあ残りは2分弱、青ブロック続いてボール入れなかった。さあ勝負だ、ゴール前シュート、オッケー、ナイスゴール、2対0、ナイスインターセプト、真ん中にましょう。ビブなしボールです。さあ残りは1分半を切ってます。ビブなしチーム2対0、1点返したい。預けたボール中央から左に預けて、まあ動き出しもありますが塞がってるんで一旦後ろのサポートを使います。縦選択入れ替わって青、さあドリブル持ち込んで中を確認、引きつけながら中央ドリブル入ってフォアへ展開、フォアから中央もう一回、さあ顔出してシュートコード、どうだ、いやー冷静、しかしこれはブロック、丁寧なシュートですが、これは書き出したボール、青ゲット、もう一回やり直し、続いてはほらビューシュカバー受け取ってから、さあうまく前から逃げたり浮かして真ん中に入るが球足が伸びて青ゲット、残り1分切ります。溜めてから、あいやずれた、ビューシュゲット、さあこれで押し上げて接触ないようにね、オッケー、右サイド折り返し入った、シュート、いやー惜しい、間うまく顔出しますか、コーナーからいきましょうか、タッチあってコーナーからいきましょう、コーナーからいきます、キーパータッチしてコーナーからいきます。残り30、2対0、これで1点取りたい。間はブロックカバー、さあ間これ味方に当たりますか、跳ね返って青左サイドちょっと前ですが持ち替えをしてフォアへ展開して入った右サイド、さあ間はブロック、ケットしたボール流れます。さあキーパーから近いところ、残り時間はあとわずか、ボール間違えて1点か、やっとずれた、ゲットした、アイダーブロック、リカットナイスタッチ。さあ連動したい、ビューシーム上がりたい、左サイド、さあ1点を返したい、アイダー真ん中食べて反転して左に送った、スペースがある、顔出したい、そしていやーブロック、また通さない、もう一回通さない、そして左食べてから入った、フォア入った、いやーどうだ、オッケー決まった、1点ゲット、ラストワンプレー真ん中でいきましょう、ラストワンプレーいきましょう、ここで追い上げます、2対1、ラストワンプレー青です。ナイスブロック、これは切れました。ではいきましょう、青から再開いきますよ、近いところボールを持ちます、青チーム受け取って下げます、後ろ広げて右サイド、青ゲットタッチをしてドリブルに入ります、間通過ってナイスカバー、サイドから再開、青チーム近いところ持ってずらしです。さあドリブル運びながら後ろに下げます、受け取ってボール青左展開、さあボールを持って真ん中ダイレクト左をうまく収まる、これが塩はどうだ、これはカバーし右足ゲット、縦預けるか落として左、左からフォアも動き出しがあるぞ、
一旦ボールをキープします。狙ってます。さあボディコンタクトはないように中央から受け取ってビビマシーム。さあアタックしたボール前運びたいがスイッチした格好で真ん中です。ガディアルが寄ってくる。かき出せばボール流れます。惜しい。コーナーから行きましょう。さあビブなしチームのコーナーから正解。入った入った。ああ釣れてほしい。これはサイドネット1分経過サイドネットで調子。青チーム右から受け取ってボール持ち出し左へ広げる。これでタッチ。さあ背負います。さあありがとうございます。ファイアープレイブロックしてなんとか続けたいが、こぼれ球続いて気をつけてね気をつけて。ずらして入った。こぼれ球溜めてずらして打ち切れない。もう一回右奥田村ブロックナイスブロック。さあ気をつけて気をつけて。そしてボールはキーパーが回収。青ゲット。さあゲットしてボール青チーム溜めて右サイドタッチをして溜めながら右サイドもらいます。入った。うまい。いやーブロック。こぼれた右ゲット。さあ行き過ぎないよ行き過ぎない。オッケー左右足。さあこれで抜けてドリブル上がります。ドリブル上がります。さあ手出さないよ。オッケー。いやーオッケー冷静ナイスゴール。でキーパーチェンジしましょうか。キーパーチェンジいきます。真ん中から青でいきましょう。1点ゲット。いきますよ。青から再開。青チームキーパー勝ってるから大丈夫かな。オッケー。キーパー次の番号します。キーパー次の番号であります。大丈夫。オッケー。青から再開。さあ1点ゲットはビブなしチームです。青から再開です。振ったボールブロック。あ浮き球気をつけてね。オッケー。タッチをして青ゲット。左預ける。戻して後ろもう一回。さあ引き付けて右サイドへ預けます。ボール持ち直しをして大丈夫滑った。オッケー。青がゲット。左サイド止めてうまく対応したい。構えを塞がれてる。ボール逃げながら真ん中を経由です。持ち直し右上がらせる。ずらしてからあいやいやー突き刺した。1点ゲット。返します。1対1点真ん中でいきましょう。ナイスガル。ビブなしから再開。3分経過。ビブなしです。近いところに預けます。預けて後ろ振って右サイドタッチ左サイドボールを持ちます。預けて後ろからもう一回。さあビブなしです。ボールを持って運びながらうまく止めるずらしたい。間ブロックゲットしてビブなし。さあビブなし回収をしてボール持ち出します。持って後ろもう一回やり直し。左預けるタッチをして中央を使う。タッチしたボールずらして前へ運びたい。左ちょっといやの繋がった。あいだわーずれた。惜しい。うまく繋ぎましたが送ったボールは間でした。惜しい。青チームから再開。引き付けてドリブル右サイドタッチをしてちょっと持ち出し。あいやほい振ったがどうだ。いやー球しかないか。キーパーチェンジ行きましょう。キーパーチェンジします。次のキーパー行きましょう。さあ残りは2分4分経過。1対1同点。さあ決めに行きたい両チーム。ドリブル運んで右サイドタッチして縦を選択方流れます。欲しいコーナーかな。コーナーから正解。落としタッチ気をつけて気をつけて気をつけて。 OK。行き過ぎてよ。もう一回止めるからボールビブなしボールでいきます。ボールビブなしいきましょう。いきますよ。ビブなしから再開。立て後ろ止めます。シュートはいやーブロックコース変えたがキーパー当てて出したよ。いかないよ。行き過ぎ気をつけてね。オッケー。立てをしてこれ入れ替わり青立ちしてうまくトラップ広げる右サイドドリブル運んでシュートいやーブロック大丈夫。キーパーナイスブロック。さあこれで回収して縦は青ブロックもう一回。そして右サイドナイスカバー間右サイド入った。ずらしてからいやーオッケー。これは冷静ナイスガール。キーパー大丈夫大丈夫。オッケー真ん中でしょ。いきますよ。さあ5分が経過。2対1ビブなしが2点目です。さあ残りは1分ほど。入ったずらしワーブロックコールの青ゲット。チを使うもう1回。シュートはどうだ。いやーこれはブロックかな。こう流れましょう。残り30ちょい青です。うわブロック続いて後ろ下げますゲットして青チーム引き取ってからボール持ち替えて相手にする。これはブロックでこぼれでもゲット。
そして、いや、オッケー、決めてきます。2対0点。真ん中から行きましょう。まだわからない。2対0点、残り時間どうぞか。さあ、2対2同点、残り時間あとわずか。リビューなしから再開。立って選択、左サイド受け取って、ヒールで左ボトルの持ち出しは流れるかもしれない。大丈夫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 、気をつけて。青から行きましょう。ラストワンプレー行きましょうか。ラストワンプレー、2対2の、いや光った。ラストワンプレー、ずらしてずらして、シュートはどうだ。いやー、決めきれなかった。最後1試合いきましょう。5分ほどのゲームです。いきますよ。エンジョイミックス、ラスト1試合です。いきましょう。最後まで怪我だけないようにお願いします。広げて右サイド、中央で受け取って、ボールを握って、長いボールは入れ替わり、青なんとか止める。受け取って、縦中央蹴った、青もう一回、もう1回声かけます。ランニングもありますが、一旦下げる、後ろもう一回、青がゲット。長いボールどうかな、ヘディングはブロック、青ゲットですが、前を防がれる、持ち帰る、引き受けて振って左へ、タッチでもらう、またいで縦入る、折り返しはブロック、ゲットして、右足。さあ、ボディーコンタクトだけ最後までないように、ナイスインロール。さあ、かわしてから、これは耐えて、青ゲット、前はつっついて、これ気をつけてね。オッケー、ナイスターン。前ドリブル入る、顔出したい、クロスはブロック、残ってるよ、生きてる生きてる。青ゲット、もう一回落として、後ろフォアからシュートは、いやー、サイドずれる、惜しい。1分経過、左へ見回し、ボールを持って持ち出しドリブル、右に預けます。受け取って、ビブなしチーム、中央を使って、足元気をつけて、行き過ぎない行き過ぎない、 OK、 滑った、立て直し。さあ、最後まで気が抜けないようにね。ビブなしが回収です。うまいターン。さあ、これで前へ行きましょう。ビブなしチーム、ためながら、またいでまたいで、さあ、プレッシャーかかりますが、一回止めながら、ボール、ビブなしボールでいきます。ボール、ビブなしいきましょう。コンタクトだったので、ボール、ビブなしからいきましょう。よろしくお願いします。キーパーごめんなさい。このタイミングでキーパーチェンジしましょうか。先にキーパーチェンジで、ごめんなさい。ごめんなさい。セットして、キーパーチェンジして、ビブなしボール取りましょう。ビブなしボールからいきます。コンタクト取ってボールビブなしからいきましょう。オッケー、キーパーカットいきましょう。いきますよ。ビブなしから再開です。いきましょう。さあ、ビブチーム残りは3分ちょいです。当てたボール生きてます。生きてます。さあ、青がゲット。さあ、コンタクト気をつけてね。ごめん、止める止める、足出しすぎ、最後まで気をつけて、ほら、ほうでいきましょう。大丈夫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 、オッケー、青からいきましょう。いきますよ。じゃあ、最後まで怪我だけ気をつけていきましょう。青から再開、残り3分切ります。後して後ろ戻し、ナイスブロック、カバーして一つまたぎです。さあ、ボールキープして後ろ下げます。取って右へ選択、タッチしてドリブル持ち出しはカバーして、サイドへ切れます。さあ、ビブなしチーム、最初から落として後ろ、左預ける。さあ、タッチをして前へ運びたいが、反転前がうまくドリブル入りますが、コースが塞がる。いや、裏か、いや、どうだ、これサポートして細かいタッチで抜ける、ドリブル、ゴール前入る、引き付けながらずらして右サイド、オッケー、決まった。ナイスドリブル、ナイスゴール、真ん中でいきましょう。ナイスゴール、1点ゲット。真ん中で青でいきましょう。いきましょう。さあ、行きましょう。青から再開、預けて右サイド、立って選択、ずらしてから右に入る、折り返したい、どうだ、いやー、サイドってほしい。キーパーから再開、右サイド、ビブなし、さあ、前へ押し上げましょう。ビブなしチーム、ドリブル持ってきながら、間縫いますか、青がブロック、こぼれ球キープしたいが、受け取って真ん中、いやー、光った、青ゲット。さあ、カウンター行きたいが、3枚に囲まれる、うまく預けたい、広げる右サイド、中央でキープ、ためながらずらして右サイド、ゴール前ずらして、中はフォアは、いやー、決まらない。キーパーチェンジでいきましょう。キーパーチェンジ、ブロックがあったかな、青かな、ブロックあって青ですね。青からいきましょう。キーパーチェンジして青からいきましょう。いきますよ。残り1分半切ります。残りは1分半切ります。さあ、青ゲット、後ろからどうだ、いやー、これを浮きました、惜しい。キーパーボールから再開、さあ、つなげて右サイド、ボールを持って真ん中に当てます。受け取ってボール、ビアシーム、フッティングがブロックです。青ゲット、受け取って真ん中使う、左へブロック、青チーム、ビアシーム取って右サイド、反転をしてドリブル前持ち運び、右サイド、折り返しは止まらないか、惜しい惜しい。残り1分を切ります。青から再開が、これが収まらずにビブシ回収、残ってますよ。アレンジャー勝って大丈夫、預けて後ろ、ビブシです。溜めてから振ったボール、中央で引き取って、もう止めた、持ち替えは流れます、惜しい。サイドから青ボール、残り30、中央から青、
受け取って前からプレッシャー、足気をつけてね、タッチは流れます。サイドから行きましょう。ボール青です、青です。中央を使ってボールを持ちます。右サイドへ振りました。間使って青、タッチが右に入ります。ドリブル入る、右サイド折り返し、どうだ、いやー止まんないか、もう一回かき出して、よしゲット。リブなしは右にずれます。受け取ったボールもう一回ずらして前入る、ずらしてから中は入る、もう一回止めて、いやーオッケー、決めてくる、ナイスゴール。ラストワンプレーか、時間で終わり、真ん中にしょう、ラストワンプレー行きましょう、ラストワンプレー行きますよ、ほぼ時間がないです、ラストワンプレー行きましょう、さあ決めて終わりましょう、ラストワンプレー、さあほぼ時間がない、この攻撃では最後かも、ずらしてダメだから、さあ決めて終わりたい、ほぼ時間がないです、さあフィニッシュ狙ってください、ラストワンプレー左サイド、さあ仕掛けて終わりましょう、ずらしてブロック、さあカウンター、間入る、タッチは左サイド、さあこれでどうだ、いやー笑う、惜しい惜しい。本日もコサルのボニータにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは本日一番盛り上げてくれた、頑張ってくれた MP の発表をしていきます。今日は相手のゴールにも拍手を送ってくれて、前半だったかな、見事なロングボールを沈めたあなたにしようかなと思います。おめでとうございます。何か一言言ってきますか。来週もいっぱい参加します。ありがとうございます。